27歳男大卒です AV の制作会社で働いています今撮影に同行して AD のような仕事と会社に戻り編集と企画を考える仕事内容です昇進すると監督になる人がほとんどだそうです給料は同年代のサラリーマンよりはもらっていて会社に不満もないんですが AV 進歩もありこの業界で働き続けるのは良くないのでと思うんですやはり転職するべきでしょうか動画編集や企画提案優秀だと言われる程度にできます 多分大手の会社に行くと AV 進歩もあったりして不安定なんですけど半グレの人と組んであの素人騙して動画撮って <laughs> FC2 とか海外系のサイトに上げて荒稼ぎをするっていうのをやるとめちゃくちゃ儲かると思うんですよね。 その AV の新作っていうのがあんまり出なくなって、で、まともなところってその AV 新法の縛りがあったりするので、なかなか大きな投資ができなかったんですよね。で、その、まあ、ああの、半グレの人と組んで、ある種騙した形で作品作って、で、海外にあげちゃうっていうのをやると、その、まあ、あ自分が名義人だと捕まる可能性があるんですけど、そこら辺名義人になる人を適当に捕まえてやると、割とボル儲けっていうので、要はその日本の AV 市場自体が壊滅するんですけど、<laughs> AV 的なものにお金を払いたいっていう人たちは、そのままいるんですよ。でその、あの、 雑誌って雑誌を買う人がいなくなったから雑誌のビジネスって公開したんですけど AV 市場って AV 市場にお金を払う人はいっぱいいるんですよただ AV 新法のおかげで AV の供給が少なくなるんですよでそうすると違法な形で供給をすると売り上げがそっち側に流れるのでなので半グレ違法 AV 海外に上げるブームっていうのが今後来るんじゃないかなっていうのを冗談で言いました。<laughs> なのであの f c 2の高橋さんがなぜ出場したのかっていうとそういう形でその FT2 の存在感っていうのを一応日本全国にアピールするっていうのでプロモーションとしては成功してるんじゃないかなと思いますけど。